皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いいたします。千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか久しぶりですね。久しぶりです。はいはい、ちょっと1回飛ばしたんで、はい、2週間お休みさせていただきましたので、はい、お久しぶりとなりますが、今回は日曜日に行われます G2 阪神大賞典を予想していきます。一緒に予想するのは鹿戸雄一調教師の娘さん、タレントの成瀬琴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、番組2週間お休みいたしましたけれども、はい、今週からまた毎週お届けしてまいります。誰も見てない番組だと思ってたんですけど、はいはいはい、正直ね、はい、誰が見てるんだよって誰が見てるんだよと、はいはい、なのでですけれども、はい、私のインスタグラムにですね、インスタにちょっと DM で、はい、なんか競馬のやつもう終わっちゃったんですか、競馬のやつまたやってほしいですみたいな。番組は知らないけど、なんかやってんなみたいな、はい、うん、競馬のやつ、競馬のやつで、競馬のやつ、今回から競馬のやつまた頑張ります。よろしくお願いします。はい、連絡いただいたのでね、あの、成瀬さん、先週末中京競馬場に行かれたということで、はい、もう最高の中京競馬場でした。最高の、最高でした。はいはいはい、あの、馬券も当たり、うん、で、あの、鹿戸厩舎もちょうど私が見てる目の前で2勝したんですよ。おお、おめでとうございます。もう本当にその日父と飲みに行ったんですけど、うん、本当に中京って最高だねって、中京最高って。場所なのかな、場所なんですかね、はい、とてもいい中京競馬場でした、はい、いやー、素敵ですね。あの、千葉さんはお休みの間は何されてたんですか、はい、休みの間、あ、そうですね、これ、大阪帰ったりしましたね、ちょっとね、いろいろ、はい、ありまして、お帰りになったりとか、はい、ちょっと私休みの間にほくろを取りまして、ほくろ取った、はい、あの、ちょっと寄ってもらうと分かると思うんですけど、うん、この辺実は絆創膏がついてるんですよ。遠くだと分からない、あ、ここはちょっと分かるかな、絆創膏ついてるんですけど、ちょっとあの1ヶ月後には三谷紬はあのほくろのない女になります。ほくろない女、ほくろレス、ちょっとここ気になるかもしれないですけど、ほくろレスになりますので、ちょっとあの楽しみにしていただければと思います。さあ、ということで、あの、千葉さん、配信が休みの週もロガールブログ予想を更新していただいておりましたけれども、うん、この2週間大きな出来事っていうのは何かありました？まあ、競馬では特にないですね、僕の中ではね。ないか、はい、競馬ではないです。私生活ではね、うん、娘が高校卒業しましてね。あら、おめでとうございます。高校卒業した、あ、次大学生か、はい、みたいなね、めでたい話ですわ。いや、いいですね、うん、娘さんはどんな将来をね、どんな将来考えてるんですかね。考えてるんですかね。特に聞いたことないです。大学に入るとね、だんだんそういう話になってきますね。と思いますね。はい、まあ、あの、とりあえず、あんまり何も言ったことないですね。あ、はいはい、何やりたいのとかも聞いたことないんですか。聞いたことないですね。ちょっとお父さんに話したくないんでしょうね。まあ、そうでしょうね。で、そう思いますよ。そんなね、うん、あの、10代後半ぐらいの時に父親があんまりうざくないっていうの、それはそれで大変だと思うんで、多少面倒くさいなぐらいでいいんじゃないですかね。まあ、でも結果的にね、あの、遠距離というかね、そう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 、単身赴任になったわけですからね。はい、そんな会うとやーぐらいの感じはします。いやー、いやー、いやー、担任の先生とは言ってくるぐらいですね。はい、まあ、でも娘さん、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ということで早速、あ、そうだ、うん、今回の阪神大賞典、昨年そうだ的中されてたんです。ああ、ありがとうございます。なんか、あの、なんかあらぬことが書いてあるのかと思ったんですけど、はい、あの、去年ね、ジャスティンパレス。そうだそうだと思って、はい、忘れてましたよね。ありがとうございます。ええ、そうですね。まあ、このレース別に得意とか苦手とか特にないんですけど、はい、あの、割と正攻法で予想して去年は、うん、普通に正攻法で当たったんじゃなかったかなと思います。これでも、ね、よくしたもんでね、あの、なんか、まあ、そんな、いや、高くなかったんですよ、配当、うん、そうするとね、こう原稿とか見れば、あ、こんな風なこと考えてたんだみたいな、今思い出すみたいな感じで、うん、ええ、特にそんな印象残ってないです、正直。でしょうね、うん、私も正直あんまり残ってないです、すいません。では予想に入りたいと思います。阪神大賞典ですけれども、天皇賞春の前哨戦とも言われていますけれども、千葉、ね、はい、さん、このレースポイントはどこ？そうですね、天皇賞春の前哨戦で、まあ、実際ジャスティンパレス去年勝って、天皇賞春も勝ったんですけど、ですけど、もうその本当の前哨戦だった言ったら、もう天皇賞春出る有力馬ここ使うみたいなのがは、まあ、平成の中頃ぐらいまでで、今はね、
距離適性が明らかに3000とかに寄ってる馬が出てきて、その中 の、一番の代表、天皇賞に向けての代表を決めるみたいな感じになってて、正直ね別路線の馬にしょっちゅうやられるんですよね。まあその辺はその G2 全体に言えることなんですけど、日本のステップレース全体に言えることなんですけど、直行ローテで、力を出せる馬がまあ増えたんで、そういう順位も増えたんで、まあ、プレゼンスとしてはちょっと下がってるとは思います。どうですか成瀬さん。確かに天皇賞春とセットのイメージも強いんですけど、あとなんかリピーターがすごい多いなと思って、ね、ディープボンドも過去2回勝ってますし、だからそういうリピーターから私も攻めたいなと思ってます。確かに、はい、さあということで枠順が決まっています。こちらご覧ください。まずは注目の馬と予想を発表していただきましょう。まず成瀬さんからお願いします。はい、ちょっと本命絞れませんでした。はい、3連単、頭が6番帝王ロイヤル、10番サボーナ、2列目はこの2頭に加えて9番ワープスピード、13番シルバーソニック、そして3列目はそこに加えて1番プリムドール、9番ワープスピード、あ、ん、うん、合ってますよ、うん、1番プリムドール、12番ディープボンド、うん、で3連単20点です。いや絞れない、絞れない、絞れないんですけど、やっぱり頭を9番と6番と10番にしたのは、はい、6番10番なんですけど、6番のテオロイヤルはその前走トップハンデだったじゃないですか、走ってるのが、はいはいはい、その中で勝ち方も強かったなと思ってますし、それにそのさっき言ったリピーターって点でも2022年の天皇賞春で3着なんですよ。でその前走トップハンデで今回ワープスピードも走るじゃないですか、はいはい、でワープスピードにもその中で先着してるので、まあ、力関係で言ったらテオロイヤル上なのかなと思ったのと、10番のサボーナ、まあ、やっぱりそのジャスティンパレスとつながるんですけど、そのジャスティンパレスなって中山2000で2着に過去入ってて、今回この長距離なんですけど小回り効く馬を1頭選びたいなと思ってたんですよ。なんでやっぱり札幌、函館、福島、小倉あたりで走ってるのどの子だろうなと思ったら、まあ、サボーナ、うん、福島2000で勝ってるしっていうので、ちょっとジャスティンパレスとの共通点じゃないですけど似てるところで60で頭は行こうかなと思いました。はい、はい、なるほど。うん、では、うん、私はですねこちらです。じゃん、じゃん、2番ブローザホーン、10番サボーナ、12番ディープボンド、13番シルバーソニック、はい、この4点で、うん、4頭ボックスでいきたいと思います、うん、まず、ブローザホーンに関しては新天地だということで、あ、そうですね、ミホと立東、ミホから立東にね、はいはい、転級したということで、はい、あの先生が引退さ定年されたんで、はいはい、中野先生が定年して吉岡先生に変わりました、はい、まあ、吉岡先生的にも初陣ということにはなりましたから、ブローザホーンとの、まあ、初陣をね、有終の美で飾るっていうのも変ですけど、はいはい、壁刀を飾るってやつですね、壁刀を飾るっていうんですか、はい、あのいいスタートを切りたいという思いもあると思うのでちょっと入れてみました、うん、で、10番のサボーナ と、ディープボンド、12番ディープボンドは絆サンクということで、はいはい、絆サンク、まあ、この阪神大賞典は絆サンクが割と来るという、そうですね、まあ、ディープボンド、うん、ほんま毎年のように来てますからね、まあ、ディープボンドに関してはそうなんですけど、はい、でディープボンドは私ずっと実は押し続けていて、そうですよね、そう、うん、あの見つけると絶対に入れてるんですっていうのも、なんかもう終わった馬だみたいな感じで言われちゃってるのがかわいそうって思っていて、うん、去年秋あたりね、はい、はい、あの今日打ち合わせでもスタッフがいやもうディープボンドはないんじゃないですかみたいな感じの言い草、はいはいはい、見てろよっていう、はい、でやっぱりこうね、もう阪神大賞典といえばディープボンド、はい、現役ではそうですね、はい、なんでもうね、年齢的にも今年がラストなんじゃないかなって私はちょっと思っていて、うん、あの勝てるのが、はい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 、あの現役がどうかっていうのは分かんないですけど、うん、そのちゃんと勝つっていうのを考えると今年がラストなんじゃないかなって心のどこかで思ってるので、うん、ぜひ勝って終わってほしいなっていう気持ちがあります、うん、で13番のシルバーソニックに関しては、私あのもうね、川田ジョッキーが乗った天皇賞ですか、あれ一昨年のね、今年の、はいはい、忘れられなくて、すぐ落ちちゃったやつですね、落馬しちゃって、うん、で頑張って一人で走って1着しただか2着だったかだったんですよ、はいはいはい、上位入選したんですよね、うん、はい、で私その時入れてたんですよね、シルバーソニックを、はい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 、でその時もみんなにいやないんじゃないとか言われてたんですよ、うんうん、シルバーソニックはって言ったら、なんか
落馬して結果2着みたいな感じで、うん、何可愛いってなっちゃって見た目も可愛いですもんね、はいはい、見た目も可愛いですよね、しなんかそのけなげと思ってけなげでしたね、なんか自分の思う方向に走るんじゃなくてみんなと一緒に頑張って走るみたいなのがはいはいはい、けなげだなって思って、まあ、しかもあれ天皇賞春ですからね、そうで結構頑張って走ってて、末足も良かったなと思って、はいはいはい、確かに、はい、っていうのもあってちょっとシルバーソニックもちょっと推してるのでこの4頭で割と人気どころだとは思うんですけれども、あの1頭1番人気か2番人気くらいになるだろうと言われて、うん、帝王ロイヤルを外してるの で、うん、でちょ帝王ロイヤルが私飛ぶなら今なんじゃないかな、うん、まあまあそうですね、長いとこ長いとこで結果出しての3走ですからね、そうなんですよ、そろそろなんかちょっと、うん、どうかなって思ってる日頃感はありますね正直、はい、ので、このメンバーでいきたいと思いました、うん、はい、では千葉さんにはランキングでお願いします、はい、第5位からお願いします。第5位ね、あの、まあ、阪神大商店といえばというとディープモードとこの馬ですね、ユーキャンスマイル、あですね、あでも9歳ですよ、9歳ですよ、9歳、ね、あの、うん、ただね、もう今のこう競馬界っていうか、まあ、別に競馬界に限らず人間もそうなんですけど、うん、なんかアンチエイジングって進んでますよね、うん、なんか年取ってんのに、うん、いつまでも若いなみたいな人結構多いと思うんですけど、うん、それまあまあそうで、昔多分やっぱあの飼料っていうか餌が良くなったんですよね、おそらくね、で人間もそういうとこあるんじゃないですかね、おそらく昭和、例えば、僕らが子供だった40年代50年代の頃より多分今の平成令和の育った人の方がまあいいもん食ってんじゃないのっていうんで、まあそれはアンチエイジング化みたいなのがあるんでね、僕はあのこの年齢に関してっていうのは割ともうはっきりした指針があって、年齢を消す理由に消すのはやめようと、うん、例えばこれもあの出来が悪いからとか、まあ、以前ほどの力力量がないから調教動いてないからというのを切るのはいいんですけど、その馬がだから9歳だからとか8歳だからで切るのはやめた方がいいというのがまあ一種の指針ではありまして、ユーキャンスマイルあたりあのもうないって言われて、毎年1回ぐらい仕事するんですよね、ここと新潟記念だけ買っとけばいいんで、なのでこう一応抑えますという感じですね、はい、では第4位は4位ディアスティマ、これね多分ね逃げるんじゃないかと思うんですよね、で、まあ、他にも行きたい馬いるんです、行けそうな馬いるんですけど、ただまあムルザバエフがね、もう乗れるのもみんな分かってるでしょうけど、短期でムルザバエフ逃がすとうるさいだろうなっていう、このレース自体はね逃げ馬が強いレースではないんですけども、長いですしね、距離、そう距離長い上に、まあ、好意に強い馬がいがちっていうレースなんで、逃げ馬自体が有利とは思わないですが、まあディアスティマもこれそのちょっと過剰人気して重賞で飛んだりしてそろそろまあ人気持ちつくかなという意味でレースしやすい買いやすいみたいな、位置にはなると思いますね。では第3位、3位プリムドール、うん、うん、そうなんですよ、これ牝馬のまあステイヤーっていうんですかね、最打ちですよ、そうですね、まあ、このレースね別に打ちがいいわけではないんですけども、まあ、プリムドールあたり近況の、まあ、実績的に、そこそこ、まあ、人気もするんでしょうけど、ステイヤーズ S2 着ぐらい走れば阪神大商店とはちょっとね あれが違いますけども、この阪神3000でも結果出してる馬なんで、最打ちでうまいこと回ってくればという感じですね、まあ、阪神大商店といえば和田龍二ですしね、なので、まあ、そのあたりも加味してという感じですね。では第2位は、はい、2位ディープボンドですね、おやった、まあ、僕もね、まあ、冷静に考えてみると割とこのままひいきなんですよね、よく買ってますし、で、ディープボンド、まあ、ひいきだから買うわけじゃないんですけども、こう2桁着順よく引くんですよこの馬、で、まあ、まあ実際ここ2走連続で2桁着順なんですけど、そんなことありましたっけみたいな復活の仕方するんですよね、毎回毎回、これ多分そのなん馬が割り切りがいいのか、要はその走ってる途中にダメだって思うと諦めがいいのか、あみたいなそういう性質もあると思うんですけど、これね品系全体に言えるんですよ、このディープボンド の、うんうん、あの品系の他の一流馬も2桁引いては急に巻き返すみたいなのよくやるんですよ、なんで、まあ、ディープボンドが2回連続2桁引いたところで別にそんな気にする必要は全くなくてですね、過去2年、過去3年で2勝のレース、去年はねちょっとね具合あんまり良くなくて勝てなかったですけど、今年は一番人気にもならないでしょうしね、うん、まあいろいろと改名多いんじゃないですかね、うんうんうん、では第1位は、はい、1位サボーナですね、おやっぱり絆、
絆3区、うん、絆3区がこのレース強いというか、絆3区は強いステイヤーを出す、で、まあ、ディープボンドみたいな強いステイヤーがいます。でそのお、まあ、ほぼディープボンドじゃないみたいな成績なんですね、これ、うん、今まで の、 その来歴がね、デビューから、まあ、菊花賞を構想して、まあ、G2 で走ってみたいな来歴が、うん、まあ、ディープボンドもう7歳ですから、そろそろ、まあまあ、現役は続けるにしてこのレースもまた出てくるかもしれないですけど、このレース自体は実際4、5歳馬の方が強いんですよね、うん、なので、まあ、絆のステイヤーの、まあ、後任が、ディープボンドの後任がサボーナになるんじゃないかなと。もうちょっと、なんでこの馬がステイヤーなのかみたいなのがよくわからないという意味ではね、このディープボンドとサボーナよく似てるんですよね。うん、馬もね、別に極端にこうなんかステイヤーっぽいっていう感じじゃないんですよ、どっちとも。むしろなんか中距離の方が良さげなんだけどなみたいなイメージがありつつ、どっちもなんか走らせてみると長い距離いいみたいなタイプなんで、うん、まあ来るんならまとめてという感じですかね、うん、はい、なのでというわけで、馬券はサボーナ1着固定で、お、2、3着にディープボンドを置いて、あとまあ有力馬をプリムドール、ブローザホーン、ディアスティマ、ユーキャンスマイル、テオロイヤル、シルバーソニックあたりを引いておくという感じですかね。テオロイヤルを、うん、ランキングから外したのは何でなんですか。まあ、この馬ね、長距離の普通に上位の馬なんですよね、うん、で、天皇賞を、まあ、使って去年3着だったんですけど、うん、まあ、要するにちょっと切れるねステイヤーには厳しいんですよ。ちょっとパワーのいる、こうそんな流れの速くならない長い距離だと、まあ、大概走るんですけど、うんうん、まあ、そのレースもうすでに2戦走ってるんですよね、ステアーズエスもダイヤモンドエスもいいレースしてますが、そうするとね、その阪神大賞典若干余計感がありますよね、まあ、勝ちに来てる感はあるんですけどね、帝王ロイヤルにしてもブローザホーンにしてもね、まあ、そこら辺はその自分の、まあ、本命の馬との、まあ、合い口みたいなのを考えたときに、まあ、サボーナ来るんだったらディープボンドも来て、他は前残りするか変な馬が突っ込んでくるかみたいな馬券の方が想像しやすいという感じですかね、うん、なるほど。さあ、ということでぜひ皆さんもこちらを参考にですね、阪神大賞典チャレンジしてみてください。続いてはそんな阪神大賞典に関係する話題を千葉さんに教えていただきます、はい、競馬に恋した君を沼に沈める一丁目こちらは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいこうというコーナーです、はい、今回のテーマは何でしょうか。はい、こちらですね、はい、長距離のジョッキーと。おお、いや、これ私もね今回考えましたよ。シルバーソニック入れたのは竹さんだからっていうのありますね。あ、そうですね、まあ、よくね長距離は騎手って言われるの、まあ、言われるんですけど、まあ、一面真実一面真実じゃなくて長距離も馬だよっていうのがまず、まあ、財政でしょ。これジョッキーに聞けば全員がそう言いますね、うん、長距離は騎手って言われますがって言ったら馬だよっつって、もう間髪入れずに帰ってくるんで、基本的には長距離も馬なんですけど、うん、その上で、ただ例えば、まあ、3000m 以上、それあるいは 2500m より大きい、まあ、有馬記念ぐらいまではねちょっとカテゴリーちょっと別として、ローカルの2600とか あと3000とか3200、3600の距離だと実はね騎手の成績って結構偏ってるんですよね。その長距離が上手いジョッキーの方の共通点とかってあるんですか。これがね面白いぐらいバラバラなんですよ。まあ、ぶっちゃけ 今成績がいい の、 あの長い距離で成績いいのってルメール、吉田隼人、岩田康成あたりなんですけど、はい、うん、あとまあちょっと引退した福永雄一ジョッキーね、バラバラでしょ。バラバラですね、はい、ルメールと岩田康成の共通点を、ジョッキーとしての共通点を上げようっつって上げられる人はそんないないと思いますね、はい、そうですね、乗り方も男確かに確かにね、確かに、ぐらいしか共通点ないぐらいあの2人乗り方反対なんですよね、うんうん、なのにどっちも成績がいい、うん、でこれただまあ理由はちゃんとあるんですよね。岩田康成が長距離成績いい理由って、まあ、これは別に本人に聞いたわけじゃないんですけど、僕確信があるんですけど、長い距離走るときってより短く走る方がいいじゃないですか、はいはい、距離をね、はい、うん、ということはあれ
競馬ってセパレートコースですから内側を通る方がいいんですよ、うん、当たり前ですけど、うんうんうん、で、一番全ジョッキーの中で一番拉致沿いというかインにこだわりが強いのが岩田康成なんですよね。最短距離を取りやすい、そう、うん、常に最短距離を意識して乗ってるジョッキーなので、うん、そういう意味で長距離の成績がいい。逆にルメールっていうのは、うん、そういうのあんまり気にせず結構外回すんですよ、うん、結構大外にいたりとかしますよね、うん、しますね、うん、馬王に気分よく走ってもらうっていう意味では、もう全然内枠いたのに外回したりとか、うんうんうん、まあ、もちろんね明らかに不利な馬場で、不利な枠で不利な馬場でというと内取りに行ったりするんですよね。去年の有馬記念のスターズオンアースみたいに、うんうんうん、ただそれも言ったらスタートからの、まあ、浮上とか行動とかがあってのものなんで、そこら辺すごく戦略的なジョッキー、ただ戦略の方向性が別なんですよね、ルメールという方はつまり、うん、であと吉田隼人とかが長距離の成績いいって言われたらみんなえってなるんですよね、これ。うまいんですよ実は。であと、まあ、これはえってなることが分かんないですけど、丹那裕二がね、もうローカルの2600とかめちゃくちゃうまいんですよ。丹那さん大好き、はい、めちゃくちゃ成績いいので、うん、そのあたりはそのまあただそれはローカルの2600って丹内に馬が回ってくるっていうのももちろんあるんですよね、うん、そのあたりもあるんですが共通点はないんですけど、うん、そのある種戦略的であるんですよ、うん、みんな、うん、これはもう間違いなくルメールもそうだし岩田康成もそうだしで、まあ、いわゆる長距離の名手と言われる横山紀弘とか、うん、武豊もみんなそうなんですけど、武さんは何がすごいんですか。豊さんはねペースメイクっていうかその時間感覚、タイムスケジュールが強烈ですね、うん、多分ダントツなんですよ、うん、日本のジョッキーとか乗りながら時間を計算できるってことですか。そうですそうです。豊さん、はい、豊さんってたまにこう疲労痛みとかもあるんですけど、うん、いや今日は 1000m58 秒で行こうかと思ってっつって58秒で待ってくるんですよ、うん、そんなことありえんのってみんな思うんですけど、アナウンサーでもできないですよ。できないですよそんなの、うん、普通そうです。行って10秒ぐらいなら10秒チャレンジって言って、うん、ストップウォッチをして10秒が例えば9秒7から10秒2ぐらいに入るのは、まあ、みんなできると思うんですけど、それを1分単位でやるんですよ。これは冗談抜きで、いやたまにあるんですよ研修とかでね、うん、1分喋ってください、用意のあと5秒終わります 笑うしかない、なりますよね絶対なるんですけど、うん、そのあたり豊さんはなんかこの馬だったらこの秒数で行けば上がりはこれぐらいでたらまあ勝てるしみたいなことを戦略的、それも何通りも考えてそういう風に乗ってくるみたいな。だから周りの人たちが武豊さんの動きを気にするっていうのはそういうこと、ね、そうですそうですそうです。豊さんが乗ってたらこれはこういう、豊さんここにいるんだからこれよりもうちょっと近づかなきゃいけないとか、もうちょっと離さなきゃいけないみたいなのがまず一つと、あと武豊自身が自分がいわゆる指標にされてるって知ってるんですよね。でそういうのを知ってるときは相手がにバテさせるような逃げ方みたいなしたりとか、というのもしたりするんですよ。明らかにこれペース早いなっていう逃げ方すること結構あるんですよね、豊さんって。それはみんなそうそうわざとです、わざとです、もうだから馬もギリギリだけどただ後続がついてくるのがしんどいペースみたいなんで逃げるとか、うん、しょっちゅうやってますよね。レースを牛耳ってるわけですね、うん、そうですね。そういう意味ではもうこの30年以上武豊がレースの中心なのは間違いないです。成績はねもちろん上下あるし、うん、今豊より勝ってるジョッキーなんていっぱいいるんですけど、うんうんうん、でも例えば大きな天皇賞とか菊花賞みたいなレースで、誰をみんな例えば確認するかとか、前にいるの見てるかとか、勝負服ね、それとかオーロラビジョンで誰を確認するかって豊さん確認するんですよね。さすがレジェンドですね。とそうですね、それはまあそこまでみんな言ったら1分この レース今1分ぐらいで走れてるかなっていうのに自信持てないんです、当たり前ですけど。でそれについてその辺をちゃんと、まあ、いわゆる時間管理ができるのが豊さんの長距離のすごいとこで、まあ、これはじゃあ、他のジョッキーとまたちょっと違うんですね。ルメールみたいなのともルメールみたいに、こう馬の気持ちに任せて乗る、岩田康成みたいに最短距離乗るとか、豊さんみたいにタイム管理するみたいな、それぞれ、まあ、うまいところの、まあ、良し悪しがある、良し悪しではないね、うん、いいところがまた別だという感じですね。どうですか成瀬さんは長距離のジョッキーで注目はいますか。そうですね、長距離でこの方って今まで
なんでしょうこの方っていうの思ってなかったんですけど、でも今千葉さんの話を聞いたらこのレースは豊さんなんじゃないかな、うん、いやそうですね間違いなくそうなんですよ、うん、しかも今日収録日豊さん誕生日なんですよね。あそうですね、じゃあレースの誕生日集ですね、誕生日集ですね、です、はい、まあ、また強いんですよね。そうなんですよね昔から、はい、そういうのうまいですよねなんででもなんかこれからその注目してるジョッキーでそのこれからっていう点だとあの新人の日本の新人の長浜浩ジョッキー、あ長浜浩くんね、はい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 、すごい注目しててあの先週勝ったんですけど、はい、最後この2頭で追い比べになって長浜ジョッキーがちょっと下だったんですよ、なんですけどもう一回競り直して勝ってすごいガッツのあるジョッキーだなと思ったのでちょっとこれから楽しみだなとは思ってます、はい、ちなみに長距離が苦手みたいなジョッキーも、まあ、苦手というか成績良くないジョッキーいますね、うん、それはそうですよね、まあ、リーディングの川田とかは長距離の重賞って勝ったことないですからね、ここのところこの10年ぐらいは勝ってないと思いますね、まあ、今印象で物を言ってますけど、G2 とか G3 で 2,3 着に来ることはまあちょくちょくあるし、あの全体的な数字見たら別に極端に悪いわけじゃないですよ、連帯率とか見たら。ただそんなじゃあ3000の川田って言って、すごい自信を持てるかって言ったらそんなことないと思いますね。これは多分見てる競馬ファンもみんなそうだよねって言ってると思います。ということで皆さんぜひチャレンジしてみてください。千葉さんありがとうございました。さああっという間にエンディングの時間となりましたが、成瀬さんいかがでしたか。はい、もうちょっとお話を聞いて、でも私の解明の相手と千葉さんの相手が結構被ってたので、うん、あそうでしたね、はい、はい、ちょっと当日これ当たるんじゃないかなと思いつつ、あ、楽しみ。それはどうかわかんない。え、そうなんですか。被ってるだけってことですか。千葉さんよりジャイさんの方が当たるんですか、ね、ジャイさん出てらっしゃいますね最後に成瀬さん何かお知らせがあればお願いします。はい、毎週日曜日のメインレースエバン競馬のメインレースをエバン馬塾というところで予想しています。そして、3月16日に、トースポの紙面とトースポウェブにて、予想コラムを提出させていただいたのでそちらもぜひご覧ください。お願いします。そして今回千葉さんが予想しました阪神大賞典のレース展開や買い目など詳しい情報についてはロガールブログでも公開をしています。ぜひチェックしてみてください。そして来週はいよいよ春の G1 シーズンが突入します。はい、イエーイ。まずは高松の宮記念を予想してまいります、うん、ぜひ来週もご覧ください。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん良い週末を。さようなら。